今日セントなんとかデーにバレンタインからのつなぎを出したかったんですけども、このナレーションを取り直す時間があんまりなくて、その理由は最後のオチまであるんで、最後のオチまで見ていただけたらと思うんですけれども、まあ、いつもにも増してこのカミカミとか説明不足も皆さん一心伝心で汲み取っていただけたらなと思う一心の日としましょう。だって前回のこのバレンタインの AI VS I みたいなところで、皆さん汲み取っていただけたと思うんですけれども、これバレンタインデーに出した時に、つまり2週間前にデコピクミがあと2個やったんですね。まあ、コンプリートは全然余裕はと思っている中で、ユーピさんもこうやって休憩所、まあ、動画立て続けに出したんでしょ、ちょっと休みなさいよっていう意味もあったんでしょう。私にはそのように一心として伝わってきまして、まあ、青デコピクミが運んでくれたから僕も青デコピクミに出たなってぐらいしか思ってなかったんですけれども。まあ、だから全然まだまだゆっくり行こうかっていう中で、この方届きました。あれ、これ前届いたやつじゃないかって、そのクリスマスとバレンタインどっちかわからなかったやつじゃないかと思ったけど、前のはこっちなんですね、比較すると。前のやつの 3D のピクミンこっち出てきてるんやっていう怖さね、これ。こんなもん見てたら逆に休まらんわと思って歩き始めたらまた青が出ました。やっぱあなたまだちょっと疲れてるんじゃないの、休みなはれ、そして飯も食いなはれっていう維新が伝わってきまして。さらにはこのギフトという本当の維新って言いますか、この購買っていうのが届きまして、この購買が結構レアなんじゃないかなと思って、余裕やわと思ってたんですよね。でも僕が欲しい赤と白が出なかったんですよね、この2個のお題で。なんかちょっと焦り始めまして調べたんです。そしたらこのお題で出るのは白ですと。で、ウィークリーで出るのが赤ですっていうところに初めて僕は知りました。あんま休憩所いる場合じゃなかったなと。ここで思いました。で、次のキノコを5個壊そうっていうのもダメで、もうそこも録画してなかったんですけれども、この時点で23日だったんですね。イベントは26日までです。これやべえぞ。で、しかも赤色椿持ってねえぞっていうところに来て、まあ、しばらくフルーツ集めてたんやけど、全然間に合わんやと思って買うことにしてしまってるんですね、ここで。で、限定スペシャルパックっていうのがあったんですけど、いや、椿だけで出るやろうとか思いながら、そのホワイトデーでローソンでいいかっていう年もあった、そんな感じ。で、ケチって、こう椿だけとりあえず買ったやん。で、しかもこの時に僕は左の表見てないです、そもそも。きっとポインセチアとかシクラメンがあるやろなと思いながらも、椿だけで集まるやろなとかも思いながらも数百円ケチったと。いや、ケチったって言っても800円で花びらのデジタル買ってるからね。だってリアルの義理の返しの義理ホワイトも、僕がこのチャンネルで落ちてるローソンで買ったことありますけど、500円ぐらいやったと思いますからね。随分使ったなと思ったけど、ここの画面でもう一個見つけました。そう、ウィークリーチャレンジのおかわりチケットってこういう時のためにあるんやっていうのを初めてこれも分かって。でも、本当にゴールギリギリのところにこう滑り込むような形で、あんま知らん人ばっかのところにポンと入ってみたっていうのもあって、同時に進行したところ、岩と赤が出るんですよね。お金かけても伝わらない一心、お金かけずに滑り込んで30枚ぐらい巻いた花びらだけで伝わる赤、皆さんのバレンタインでは思いは伝わったでしょうか。僕はこの場を借りまして、巻いといてくれたこの3人に一心を伝えたいと思います。ありがとうございます。ともあれあと1個だけになったんで、まあちょっとこれでも見ときなさいよって言ったら、これいらんって言った像のやつです、この映画の動画の中で。でもここまでの像なら逆にこれ見てちょっと楽しんでおこうかなと思った時に、まさかライオンがゾウっていう名前に間違えてるやつ撮ったの僕。何この一心っていうかダジャレはって思った時に、これ全く関係ない桃さんに放ったらどういう一心反応っていうのかな、それが起きるやろうと思って送ってみたら、スケボーで中の写真も牛かなんかのやつね、これ。正反対です、バレンタインと。こういう一心で返してくる場合もあるやなっていう風に楽しんでました。いやいや、そんな不思議な世界に迷い込んだらあかんわと思って、ザンコインでポインセチアを買って歩いたら紫が出ました。で、今のまでがすいません、23日の夜中の話でした。そして23日起きてからこういうのが届いてたんですね。天皇誕生日やったんですね、23日といえば。それからプレゼントシールがもうラストチャンスですよという焦りね。そんなに焦らされてんのにお寿司デコピクミン追加なんやっていうこの謎ね。で、お寿司の日っていうのを撮ってるけど、もう一回取りに行かなあかんのやっていう焦りもあるし、これ増えたの？ここで話すことじゃないけど、すごくない？対抗して増やしてないか。しかもその後またリアル側ではアルコールが増えてないかって思ってる暇もないけど、僕またスシロー行かなあかんのかなって思ってる時に届いたのがこちら。もうこれ隠してるけど言ってもいいっていう意味やと、一新されました。天皇やん、これ。その天皇に対する焦りと、ピザやん、ピザもあったんや、それはお寿司だけじゃなくてっていう焦りと。でも去年もそういえば、ベリタスさんと一緒にくださってたっていう思い出と、もうこれ取得した日バラします。23日でした。その凄さと。でもそんな中僕はまだバレンタインなんやな。しかも限定パック買ってなかったから、もう800円追加して1600円なんですよ、これ。限定パック買っとけば今頃天皇のところ行けてたかなとか思いながらも、でもまずはバレンタイン抑えとかなあかんなと思ったところ、久々のピンク。そして紫。その中、プチ癒しの維新というかそういうのが届きまして、それは野地田さんのこちらですけれども、前回 AI にはこの笑いはできない、つまりバレンタインなのにノーマルのポストカード会っていうオチを作っていただいたんですけれども、それを見たのか維新が伝わってか、ちゃんとバレンタインのポスト
ストカードに包装されたこれ手作りチョコですね。こんな汚い掲示板見たことないです。ありがとうございます。そうやって皆さんからの愛のこもった維新をいただくことでまた一つ思いつきました。鼻上加速器こそこれ誰が使うやこんなもんと思ってたけども、買うわと思ってたけども、ここで使うんですね。これ初めて使いました。しかもこのアカンとこ見てて、このピクミン可愛くない？これに癒されて、もちろんさっきの掲示板にも癒されてますよ。で歩いたんですよね。そしたら岩なんていくらあっても岩とも思えずにいたんですけれども、これが届きましたわ。レトロがいっぱいフランスにあるんですけど、ついにこの色違いマリオ、しかもちゃんとクリボー踏んでるって、まさにキノコボコ壊せるわという気持ちでいたところ、先に誰かいらっしゃって、初めてこのリアクションを送ってみようぐらいの意気込みになって撮ったのがやっと城でした。もうすごいこの時点で愛着湧いてて、コンプリート画面見たいと思ってたらバッテリー切れが起きてるの。だからなんや、セントなんとかデーはちゃんとお題とかも把握して、僕のバッテリーを充電して歩んでいきたいと思います。あと皆さんのバッテリーを満たせるような維新のポストカードを僕も送れたらいいなと思います。これ結局さ、去年の旧正月ぶりに苦労したんやけど、こうやって他にもたくさん皆さんのポストカード維新が詰まったバレンタインの愛のあるポストカードにね、この木漏れ日ホールとか、あと1000メートル、僕もあと1000歩って言うと歩きながらしてたんですよ。ありがとうございます。そうです、これがバレンタイン維新コミュニティと呼びましょう。左上完全にこれ友チョコですよね。中が綺麗すぎるチョコレートが、さっきの手作り感がないノジータさんみたいな、あと右上もこっそり象、しかもカッパを送ってきてるというつながりも確認しております。で、まあ、滑り台も相変わらず確認しながら、これ後でもつながるんですけど、何か維新が書かれた意思をこう押すことによってカーで隠さないといけない地名出していいんかみたいな維新伝信のやり取りも始まってます。こちらはね、すいません、半分地名も出しちゃってます。もう一個こう重ねるという手間をちょっと、もう時間なかったです。でもきっとこの方は出してもいいよってなんか維新伝信してるような気がする。これ今地図見てきたんですけど、フランスのタトゥアンさんの上だからベルギーかオランダやったと思います。その距離でも維新伝信っていうのは光の速度で届きますね。だから出してもいいよと言ってるなと思います。ボケキョンさんからの維新伝信がまたまだあるんですけれども、これもう聞こえてくるようですね。右上はこれ天皇につながってる機能アートコミュニティじゃないでしょうか。それから左下は次の動画に使えよって言ってる気がしますね。これ近いうちの動画に入れるんで、皆さんも楽しみにしてください。それから今紹介した2つは寿司を写して届いてきてるんですね。これはすごいですよね。寿司の日見たよってことでしょうね。ありがとうございます。これ見逃した方はさ、もう一回この動画見直してほしいんですけれども、ピクミンが持ってきているポストカードの中にリコさんがいたんです、さっきこそっと。それがこの左上の笑う石でした。僕その時に前のポストカードで笑ってた時やから、怖くなってさ、逆に。だからすいません、鑑賞の儀での報告になります、こちらは。で、右上は僕の好きなゲームで使ってるキャラクターのオロっていうのが一心伝心されてますし、左下はこれ昨日アートコミュニティやっぱり始まろうとしてますね、さっきのポケキョンさんと一緒で。これは一心なのか、石のアートなのか、岩なのか、もうだんだん分からなくなってきてるところなんですけれども、この上の2つは石に刻み込まれたレトロアート、ここにマリオが差し込むことによってさっき感動したっていうのがありまして、もう1個はね、この左下のやつ、岩に登ろうとしてるようにも見えるじゃないですか。トリックアートっていうか、これね、他に皆さんからの岩が映り込んでいる面白いポストカードっていうのも実はまとめてて、そこにつなげろっていう意心を感じます。これそれも近いうち撮りたいと思います。あのね、一心をすごく楽しみすぎてますけど、コメントも嬉しいんやでっていうことはちょっと言っておきたいと思うんですけれども、返信の儀です。これめっちゃ面白くて笑ったわ。僕このでっかいキーピクミン持ってるの僕だけやと思ってたんですけど、これ3個持ってるっていう、3色ね、これバナナさん家に届いた時びっくりしました。それ大体わかるやろと思います、3色も集めたら。でしかもちゃんと2年前に洗ったやんっていう洗い方まで教えてくれてる、こういう人と繋がれるのも YouTube っていうか一心電車、ありがとうございます。思いっていうのはどんなに離れててもこう一心伝心伝播していくんやよっていう話の続きの雑談の儀なんですけれども、まずはこちらを見てください。ポケキョンさんとももちろんそうです、さっきのノジータさんとかもそうですけど、何人かの人は僕ポストカード上でしか喋ったことがなくて、 YouTube のコメントでも喋ったことがないんですね。だからこそ今回の一心伝心っていうのが楽しめるのもあるんですけれども、その代償としてタイトルと地名をこうやって隠さないといけないと。でもこれ隠さなくていいですよという返事もコメント欄でもらうのなんか嫌やと。だから隠さなくていいよっていう返事をいただけるなら、それすらもポストカードで送ってくださいって前回言ったからか。これね、これ石に同じこと書いてあるんです。これ出していいってことですよね。もうでもまだ出せないんです僕これ。だってその一心伝心が僕が間違えて捉えてたら、これは致命的やからね、念のためまだ出せないんですよ。だから次回石にね、いいよって書いてあるやつを送ってきてください。ほんでね、今回はもう雑談の儀ないかなと思ったんですけど、一個思い出すことがこの一心伝心のポストカードで分かりました。それは一心伝心が間違えて伝わると危ないよって話なんですけれども、
僕の友達の中にストーカーがいたんです。その頃まだストーカーという言葉は確かなかったと思うんですけども、それに狙われてる女の子が困って僕たちみんなに義理チョコをくれたんです。同じやつでも、もうその人は私嫌いだからっていうのでちょっと違うやつを与えたんですよね。もうストーカーしないで、そうストーカーっていう言葉ないけど、しないでっていう一心を込めたのに、あ、僕だけ違うチョコレートだったっていう風に、ちっちゃさ関係ない、それあのさっきのあの汚い掲示板みたいなんでも関係ない、逆にそれが特別視されてるんだという一心に伝わってしまうことがあるから気をつけてください。で、話戻しますと、ここに映ってるピクミンはもちろん四つ葉のクローバーのピクミン4種なんですよね。これ先ほど次のショート動画の中で、僕は3種しか持ってないからバレンタイン苦労したから戦闘なんとか頑張りますよっていうところに対応する一心でしょうね。で、早速もう今日始めたんですよ。そしたらね、これね、ピクミンブルーム側もめっちゃ一心してて、僕がバレンタインで一番最後に取った白が最初のお題2つで2匹出ました。ありがとうございます、頑張ってきますと思ってた3月1日の昼に届いたのがこちらです。皆さん、あの冒頭にオチが増えたからって言ってたやつ覚えてますでしょうか。これなんですけれども、今もう四つ葉頑張ろうって言ったが、なのになんで今日になってまたバレンタインで、しかもこれ2023年か2022年かわからない、辰年なの何年なのわからない、クリスマスかバレンタインかわからない、はたまた映画の 3D メガネで頭おかしくなるみたいな、ここ数回の動画どんだけ1枚に集約したんや、伏線回収したんやみたいなポストカードが届いたんですけれども、この一心はどんだけ深い意味があるやろ。これちょっと一回でもこれ忘れさせてもらっていいですか。だってお題3からいかな、もう間に合わんので、